では、時間になりましたので、新外交イニシアチブ主催の本日のシンポジウムを始めてまいりたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。本日はですね、大変豪華なお客様をたくさんお迎えをしまして、シンポジウムを進めてまいりたいというふうに思います。タイトルは、国政選挙に向けて議論されるべき外交防衛課題とは、国会議員を迎えてということで議論していきたいというふうに思います。本年は、秋までの間にですね、選挙が必ず国政選挙があるということで、その中では本来であれば安全保障の問題ですとか外交の問題ですとか、問題点山積みになっているわけなんですけれども、それが十分に議論をされているのかな、沖縄の基地の問題どうなのかな、日韓関係どうなのかな、米中対立がかなり厳しくなっているけど、この前の日米首脳会談どうだったのかな、いろんなテーマがあるわけですけれども、これらの点についての十分な議論というのがなされているかというと、なかなかそうは言えないのかなというふうに思っております。そんな中で、私ども新外交イニシアチブは、この3月、政策提言書、抑止一辺倒を超えて時代の転換点における日本の安全保障戦略と言います提言書を発表しております。本日はですね、非常に豪華なゲストの皆様と、この提言書を叩き台にしながら、これから来る選挙に向けて何が問われるべきなのか、そしてどんなことが争点になって議論をされていかなくてはいけないのかということについて議論をしていきたいというふうに思います。本日の参加者の皆様をご紹介をさせていただきます。まず、海江田万里衆議院議員です。立憲民主党に所属をされておられて、元経産大臣で、お顔を知らない方は参加者の中にいないんじゃないかなという大変な有名な方ですけれども、ご参加本当にありがとうございまこちす。らこそ、私は特に安全保障だけが得てというわけじゃありませんので、少しなんていうんですかね、全体的な立場から話をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それから、後ほど改めてご紹介しますが、近藤祥一衆議院議員、元環境副大臣でいらっしゃいますけれども、今、党務で少し会議が遅れてと、もともと遅れますということ入っで、てます。入っておられる。近藤祥一先生、では、どこにおられますか？ああ、入ってこられた。入ってこられた。じゃあ、ちょうどよかった。近藤先生、今日はどうぞよろしくお願いいたします。ちょっとはミューい、ト。こちらこそよろしくお願いします。ちょっと遅れましたが、間に合ってよかったです。ありがとうございます。で、それから、ND のですね、今回の提言書の執筆を共に参加をしてくださって、ご尽力くださった、防衛ジャーナリストの半田茂さんにおいでいただいてます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。そして、同じくこの ND の提言書の執筆に加わってくださった、中京大学国際学部教授の佐藤昭弘さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。そして ND の評議員で、やはり元内閣官房副長官補でいらっしゃった柳沢教授、ND 評議員にもコメントをいただき、最初に趣旨説明もお願いをしております。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。申し遅れましたけれども、私、ND の代表をさせていただいております、弁護士のサルタの方で本日の司会を務めていきますので、よろしくお願いいたします。ではですね、まず最初に簡単にどういう提言を出させていただいたのかということを、私のでちょっとですね、共有をさせていただきながらご紹介をしたいというふうに思います。皆さんを事前にですね、こちらに参加いただく前にお送りをさせていただいているので、ご覧いただいている方もいらっしゃるかなと思うんですが、見えますでしょうか、皆様。見えてますか？良さそうですかね。見えてないよという方がいたら、ミュートを外して、おっしゃってください。それから、皆様一応、登壇者の方以外は皆様ミュートにこちらからもさせていただいているので、その旨ご了承をいただければと思います。この抑止一辺倒を超えてという、この安全保障戦略の政策提言をこの3月の末に出したんですけれども、こちら、大きくお話をさせていただくとですね、流れはいろいろあって、網羅的になっていまして、序論から入って、大きな、これから2時間かけてご説明させていただくような流れでですね、全体の説明があり、今の日本の在り方についての見方を持ち、それからそれぞれの米中関係における日本ですとか、それから韓国との関係とか、北朝鮮との関係、そしてロシア、中東といった形で、総論と各論と申しましょうか、各テーマについてご説明をさせていただいております。
で、その中で、最後にですね、提言というページをページの番号にして19ページから書かせていただいていて、それが今映っているはずの直面する課題についてと、まあ、こちらのところになるんですけれども、簡単にここだけ私の方でご説明をさせていただきますと、まずはですね、やはり今の日本の置かれている安全保障環境となると、米中対立というものを、まあ、意識せざるを得ないと。しかもその対立の中で前線国にあるんだよというところで、まあ、確かに防衛の努力というものが叫ばれていて、まあ、軍事強化といいますか、そこがまあ重要でないというわけではないんだけれども、うん、戦争になった場合には日本が被害が甚大になるよということ、戦争に巻き込まれない、米中の架け橋として、まあ、動いていく日本でなくてはいけないというような提言をしています。それから具体的には米軍の中距離ミサイルの配備等に反対をしていたりですとか、敵基地攻撃の禁止といったことを提言をしています。それから次のページに移りまして、まあ、沖縄の基地負担は過剰であり不安要素になるので、辺野古の新基地建設というのは、まあ、直ちに取りやめるべきであるとか、地位協定の改定を目指すべきであるとか、いうことを言っています。それから日中の間には、まあ、尖閣諸島の問題というのがずっとあるわけなんですけれども、こちらも、まあ、力だけで守りきることは困難なので、まあ、海保の体制を強化するとともに、政治的な危機管理体制を構築していかなくちゃいけないんだよとかですね。まあ、在日米軍の駐留経費負担については合理的な根拠に基づかない増額っていうのは応じるべきじゃないよとかいうことが書いてあります。それから、まあ、次の提言が大きな、まあ、将来に向けての、まあ、未来がある感じの何をするなあれをするなだけじゃなくて未来に向けての提言になるのかなと思うんですが、まあ、インド太平洋諸国との連携を深めて、まあ、これは中国も当然含まれるインド太平洋諸国ですけれども、対中封じ込めと軍事強化一辺倒ではなくて、地域の協力関係を進めるためのアジェンダの包括性と当事者の多様性を追求するべきであるということですね。まあ、こういったことについて、まあ、これだけで何言ってるかわからんという方はですね、多いかと思うんですけど、柳沢さんの次の説明聞いていただければと思うんですが、提言書を手に取っていただけますとですね、ウェブサイトにも載っておりますけれども、それぞれについての理由を丁寧に書かせていただいております。それから外交課題としてはですね、拉致問題の点についても、核放棄の話ばかりを強調するのではなく、まあ、並行して優先的解決を拉致問題について図らねばいけないだろうとかですね、北方領土問題についても、まあ、その 4党あるいはまあ2党だってもう厳しいような状況なので新しい交渉枠組みでやっていかなければいけない。日韓関係についても、まあ、隔たりが今歴史問題ですごくあるわけですけれども、まあ、価値観を一応共有しているということをベースにしてですね、新たな方向性の一致というものを目指しながら両国の協力を進めていかなければいけないとかですね、まあ、中東についても少し触れたりしながら、まあ、最後に、日本というのは唯一の戦争被爆国である、そして憲法9条を持つ非戦の国であるということを、まあ、そのソフトパワーを生かしてですね、多国間枠組みの創設とその活性化を目指すべきである、また核兵器禁止条約締約国会議に積極的に参加をして地域の信頼関係を醸成するべく核廃絶に向けた指導的役割というようなことを提言をさせていただいております。非常に走り足になりましたけれども、そういった内容の提言をしておりますので、ぜひ手に取ってお読みをいただければと思います。さて、概要的な説明はここまでなんですけれども、中身の趣旨といいますかですね、今のは本当に目次のご説明をしただけですから、これからですね、柳沢教授、ND 評議員の方から、大きな意味付けといったところについてご説明をいただこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それじゃ若干駆け足になりますが、なんていうか、一本貫いているものの考え方といったところ、それから重要なキーワードなどについて私の方から触れたいと思っています。この画面を一応レジュメとしてご覧いただきながら話を進めます。まず最初の観点なんですが、安全保障について議論するわけですが、安全保障っていうのは何なんだといえば、本来の言葉の意味は、不安から解放されること、セキュアという、言葉の語源がそういう意味であったわけですね。で、さてその今日の不安というのはどこから来てくるか、といえば、何も戦争だけではなくて、まあ、生活の質に伴う不安というのは、もう食料
自給の問題とかエネルギー自給の問題、日本は極めて低いわけですね。これをどうするかということ、それからそのもう現実にその命の危機という意味では大規模災害とか感染症が目の前にあるわけです。でこういう不安をどうするかというと、これは少なくとも対立の発想では乗り越えられない、そういう性質の不安がある。これからどう解放されるかというのが、実はやはり安全保障の大きな課題なんだろう。つまり軍事だけの問題ではないということですね。でもう一つ、そのでは危機ということは何だろうとこう考えた場合に、我々の今目の前にある危機は何といっても、大規模自然災害とコロナなどの感染症そのものなんですね。そして、もう一つ、その戦争というのがあるんですが、これはその災害とか感染症は抑止もできないし、ある意味その起こることを防げないんですが、戦争というのは人間がやることですから、これは何とか起こさないことができるはずなのでね。で起こったら大変なことになるという意味で、絶対に避けなければいけない、危機としての戦争というのがあるだろうと、この危機をどうしていくかというのが課題であるということだと思います。でさて、この表題にもありましたところの抑止一辺倒を超えてということですが、抑止で一辺倒ではなぜいけないのかということを簡単に申し上げます。抑止っていうのはそもそも、国家間の対立があるから、だから、力ずくで抑止しなければいけないわけですね。つまりその抑止をしてもどこまで行ってもその不安の種そのものは残っちゃうということだと思うんですね。で、こちらが抑止しようとすれば、相手も抑止されたくなければ、軍拡をしてくる。それに対してこちらもさらに軍拡をしなければいけないということで、もうこれはもう確実に軍拡競争に、行く道筋になる。そして、いつまでたっても不安そのものは解消しないという、まさにその根っこの対立が、あるからそういうことになるだろうということですね。で一方で、ではその安心はどうすれば得られるかといえば、これはその軍事力強化ということではなくて、むしろ、対立を解消すればいいんだけど、解消ってそんな簡単じゃありません。少なくとも対立は一体何なんだということを理解するということが必要なんだと思うんですね。そして抑止ということで、どうもその 今までの日本の議論というのは、抑止ということで思考停止してしまっているように思うんですけれど、その抑止を語る前に、まずその、上で見たように、そのつまり軍拡競争の道になるわけですから、果たして日本の国力でどこまでやれるのっていうことを当然考えておかなければいけないですよねっていうことが、抑止を語る前提だと思うんですね。でもう一つは、その対立を理解した上でどこで妥協ができるのかというね、そこを探っていく、その外交の役割を、それの限界がどっかにあるならば、それはその軍事力もやはり必要だ、もちろん必要だと思うんですけれどね、そういうところを抜きにして抑止が語られているところが、ちょっとおかしいんじゃないのっていうのが、私の発想の根本にあります。でそもそも抑止って一体何だといえば、一言で言うと、相手がやってきたら倍返ししてやるぞという脅しによって、相手が戦争を仕掛けてくることを我慢させるというのが抑止という働きなんですね。でですから、その倍返ししてやるぞっていうのは、つまりこっち戦争を仕掛けてきたらこっちも受けてたって戦争をするぞという、その意思と能力があることなので、当然そこにはその戦争ですから、相手だっていろいろやってくるわけですから、当然こちらにも犠牲が出るわけですね。どうもここのその抑止力を語るということは、当然戦争を仕掛けられたら日本も受けてたって戦争するんだと、そして犠牲を厭わずにやるんだというね、その認識がなければ抑止っていうのは成り立たないはずなんだけど、どうもそこを抜きに議論がなされているように思えてならないのですね。
もう一つ、今度は相手の側の条件として、相手が抑止されるということが大事なんですね。そのためには相手にとって戦争をしないで戦争を我慢した方が得だというふうに相手が思わなければいけないわけですね。まあ、これはこういうそのお互いの認識が、成り立って初めて抑止がきちんと効果を発揮するということなんだと思います。だからここの意思疎通抜きに、あるいはその自分の方の覚悟抜きに抑止が語られるというところに私は非常な何ていうか不健全さを感じざるを得ないんですね。そこで今のその、この安全保障環境の最大の特徴は米中対立なんですけれど、米中対立があるから、同盟強化して抑止力だと、こういう発想がまず平気でまかり通ってるんですが、まあ、しかしその抑止っていうのはさっき申し上げたように相手が我慢することなのですね。でところが中国にとっては台湾が分離独立するということはもうこれは絶対に我慢できないポイントになるわけなので、ということは相手が我慢できないことを力ずくで、とどまらせようとしてもとどめられない、つまり抑止が本来効かない性質のものでないのかということですね。でこういう状況の中で、軍事力を強化して睨み合っていけば、まあ、こちらは抑止のつもりでやったことが相手にとっては、挑発というふうに受け止められて、そしてかえって、危ない状況になる、まあ、典型的な安全保障のジレンマが起きやすい状況が今日の特徴だということだと思っています。さてその中で、実は16日ですか、菅総理が訪米をして、日米共同声明が出されて、その中で台湾に言及したことをどうするんだと、どう評価するかという議論がもっぱらありました。で私はまあ、立憲民主党の記者会見なんかを聞くとね、台湾に言及したこと自体は評価するという言い方をされていた。ただ、それだけに今後その外交をしっかりやらなければいけないとおっしゃってたわけですが、私はどう言ったらいいのかということで言えば、そのアメリカ、まあ、明らかにアメリカの側に立った形で台湾に言及するのではなくてね、むしろその台湾海峡に関わる全ての当事者、もちろん中国もアメリカも日本も含めてですが、それから台湾自身も含めてですが、全ての当事者に対して軍事的緊張を高めるような行動を控えなさいという言い方をすべきであったのではないかというふうに思います。まあ、例えば演習の事前通報とか、まあ、事前通報すればいいのかって問題はあるが、常設の協議機関を作るとかいう形で、できるだけその緊張をそのコントロールするような、ものの言い方をすべきであったのではないかというふうに思っています。さてその先ほど米中の間で米中対立が安全保障のジレンマを生みやすい状況になっていると申し上げましたけれど、日本の方はどうかとか言えば、安倍政権がずっと進めてきた日米の軍事的一体化というものの中で、例えばその安全保障法制では集団的自衛権、あるいは平時からのアメリカの艦艇航空機を自衛隊が防護するようなことが可能になってきているわけですね。でこれはその米軍を守るための一体化を進めてきたということなんですが、ここに来て議論されている敵基地攻撃というのは、これは実は米軍とともに、攻めていくための一体化にが可能になるということを意味しているんだと思うんですね。でこういう形で日米が一体となって台湾有事に、コミットメントしていくことになれば、それはもう紛れもなくその台湾の問題っていうのは、つまり、本質的に米中の戦争になるわけですから、その戦争に巻き込まれてしまうという意味の、同盟のジレンマに、直面しているということですから、
米中の間の安全保障のジレンマと、日米の一体化に伴う同盟のジレンマと、まあ、両方のジレンマを日本は今抱えているという認識が、基本的なものであります。ではそういう中でどうするのかということなんですが、であるがゆえに、抑止一辺倒ではいけないので、むしろ、対立を緩和するという外交努力が、これはできっこないだろうという人もいるけれど、なんとかしなければいけないということだと思うんですね。そして今の安全保障環境を考えた場合に、最大の日本にとっての最大の国益は、米中の戦争をどうやって回避するかということ、まあ、そこを最大の目標に置かなければいけないんだろうと思っています。でそのためには、その憲法の平和主義ですとか、唯一の被爆国であることの体験から来る、比較、まあ、そういった国家像を改めて発信していくということが大事だと思いますし、もちろん日本一国ではなくて、米中が対立、米中のどちらにつくかという踏み絵を踏まされたくないアジアの国々と連携する形で、米中戦争を回避する緊張緩和の外交をやっていくという課題が一つあるんだろうと思っています。で今日その、まあ、憲法を、まあ、安倍会見は、まあ、安倍さんがいなくなる形で、遠のいているように見えるんですけれども、今日護憲というのはどうやっていったらいいのかということを考えたときに、単にその安保法制が憲法違反、自衛隊が憲法違反、日米同盟が、日米安保が憲法違反というレベルで反対をするのではなくて、むしろではどう日本の安全を守るのかというときに、外交という骨太の対案を示していくということがぜひ必要なんだろうと。そしてもう一つは、その安保法制の下で現に米軍との一体化が進んでいるわけですから、自衛隊の運用、まあ、さっき冒頭サルタの方から政策提言のところで触れましたように、敵基地攻撃をやらせないとかね、まあ、そういうその一つ一つの自衛隊の運用、あるいは米軍の運用そのものについての歯止めを議論していくという形でないと、このままずるずると既成事実だけが進んでいくということになってはいけないということなんだと思います。全体として言えば、今多くの国民はやはり中国の出方について非常に心配していると思うんですね。でその心配は言えないことではないので、したがって、じゃあ同盟強化で軍事力強化でしょうがないじゃないかというのに対して、心配であるがゆえにもっと日本本来の外交力を発揮していくんだという対案が、そういう骨太の対案がぜひ必要ではないのかというのが、この ND 提言の全体を貫くものの考え方であるというふうに私からは申し上げたいと思います。とりあえず私の方のプレゼンは以上であります。はい、柳澤さん、どうもありがとうございました。これからですね、まあ、こちらの提言を叩き台に皆様で議論を深めていきたいというふうに思っております。パネルディスカッションに移ってまいります。パネルディスカッションではですね、まずこの全体の提言の、まあ、今柳井さんが触れた部分でもあるんですけれども、まあ、今の日本の安全保障政策に、まあ、理念みたいなものが完全に欠如しているのではないかというようなこともかなりこの提言を出したというのも半年にわたる研究会を繰り返したんですが、その中でも議論がありました。ぜひそのあたりについて、まず佐藤さんの方からお話をいただいて、それから楓さん、近藤さんに今の政治の中での議論についてお話をいただければというふうに思います。では佐藤さんからよろしくお願いいたします。はい、提言では序論のところでまさにその安全保障とは何かという話から始めているわけです。今柳澤さんのお話にもありましたけれども、どうも今の日本で行われている議論というのが安全保障の中のですね、ちょっと軍事に偏重しすぎた議論になっているんじゃないかと。軍事バランスの議論というのがもうずっとその、中心になっていると。軍事バランスっていう議論が
いらないなんていうことはもちろん言っていません。それはそれで一つの大事な見方なんですけども、安全保障っていうのはもっと広い概念で、国家国民の生命財産、これをどうやって守っていくのか、これは軍事だけでやることではなくって、例えば経済分野であるとか環境の問題であるとか、資源をどうするのか、食料をどう確保しているのか、震災が起こった時にどう協力して助け合っていくのかとか、さまざまなことを組み合わせてやっていくということが、これが安全保障ということだと思うんです。確かに中国が、ロシアもそうですけれども、今の国際秩序をどうも力で変更しようとしているという動きがあるというのは、これは否定できないのではないかとは思っています。でもじゃあそれを軍事だけで封じ込めるのかというようなことは、これはちょっといささか乱暴な議論ではないのだろうかということです。国内的にもですね、どうもポピュリズムが台頭して、で国際社会全体で言っても権威主義的な体制がこう強くなっていっています。これって1930年代を思い起こさせるような、そういう状況です。それから考えると、どうも今国際社会というのは時代の転換点に立っているのではないかと。で、まかり間違うと本当にまずい状況に、もっともっとまずい状況になってしまうという、その分岐点に今立っているんじゃないかと。では日本にとって望ましい国際社会の在り方とは何なのかと。それは戦後日本がまさに利益を得てきたリベラルで、国際協調が中心となって、法の支配があるような国際社会、これがもう一遍ちゃんと取り戻されていくっていうのが、日本にとって長期的な意味で非常に大事なことだと思うんですけど、じゃあどうやって日本はそこに向けていくのかっていう戦略が語られなければならない。これは軍事だけで語られるわけではない。で、なんかこう中国に対決するような姿勢を見せると、なんか今の国内では、こうなんか喝采を浴びるようなところがあるんですけども、バイデン政権だって環境サミットに習近平を呼んで協力をしようということを呼びかけている。まさにこういうことだと思うんですね。イギリスから空母がやってくる、これは日本の報道ではどうもこう軍事的な封じ込めっていう議論ばっかりになっていますが、そうではなくって、今度インド太平洋というところで、やっぱりその新しい国際的な秩序を作っていくっていう時に、例えばイギリスはどう関与できるだろうかという大きな戦略の中で、そういう行動も行われていると。まさにそういう議論をきちんとしていくべきだと。長期的中期的な議論、その抑止一辺倒っていうことは、そういう議論を封殺して軍事的な話ばかりになってしまうと。軍事的な話にばっかりになってしまうと、こちらが意図せずして、相手を挑発するということがある。まさに先ほどから柳沢さんがおっしゃっているようなことになるということですから、国際情勢をどう分析して、日本がこれからどういう行動をとっていくべきなのか、この分野ではどうなのか、どう例えば中国とは協調していけるのか、あるいは中国を巻き込んでいくにはどうしたらいいのか、そういうことも議論していくっていうのが、本当にこれから語られていかなければならない、議論されなければならない安全保障戦略じゃないのかということで、まず序論から組み立てて、それぞれの情勢の分析に入っているということです。とりあえずそういうところでいかがでしょう。ありがとうございました。さて、楓田さんにお話を伺っていきたいというふうに思うんですが、今の議論を踏まえてのご意見なんですけれども、もう早速ですね、質問が会場からはいただいておりましてですね、2009年の民主党政権は自公政権に対して外交関係のオルタナティブを提示できていなかったと思いますと。これを提示できないと、新たな日本の国の進む方法を、方向を示すことが難しくて、広範な国民の支持と期待を集めることができないのではないかと思いますが、いかがでしょうかという改造のご質問もありますので、合わせてコメントとともにいただければと思います。よろしくお願いいたします。そうですね、確かに2009年に政権交代しましたけれども、あれからもうすでに11年12年経っているわけで、その間やっぱり世界の情勢大きく変わりました。でもちろん当時の民主党はもうちょっと分裂をしてしまいましたけれども、やっぱり改めてですね、本当の意味でこれから私は本当に5年、私のこのレンジの中ではだいたい5年ぐらいなんですが、もう少し広げて5年から10年がやっぱり日本にとって一番
大事な時じゃないかなというふうに思うんです。でこれはいつも言われているんですけれども、今度は本当にですね、日本自身の、不沈というよりも日本自身が本当に、この島国がですね、ちゃんとこの太平洋の一角極東に、ちゃんと存在できるのかどうなのかと、物理的にだけじゃなくてね、やっぱり世界の大きな歴史あるいは世界の経済の中で、ちゃんと存在できるのかどうかということが問われている時代じゃないかなというふうに思ってます。で2009年とそれから今度の2021年、選挙はあるでしょうけれども、私たちの民主党の中にもよくその政権交代をするのにはですね、今の与党の特に外交や安全保障の考え方はあんまり違っちゃダメなんだと、むしろそれを継続をしていかなければですね、政権交代できないんだという意見があるんですが、私はこれには反対なんです。やっぱり先ほどオルタナティブという言葉が出ましたけれども、今のその与党、今の政権与党とどこが違うんだということをやっぱりはっきり示さなければいけないと思うんですね。でそれがですね、やっぱり一つは外交であり、それから一つはですね、やっぱり安全保障の面でいうと、私は立憲民主党とはですね、やっぱり専守防衛を守るべきだということだと思うんです。専守防衛というのはですね、防衛省もいろいろ答弁をしています。それから防衛白書なんかの定義はもう何年も前から変わってないわけですけれども、やっぱり必要、日本の国を守るため必要最小限の武力を持って、そしてですね、他国に脅威を与えないということが大切であって、私はその意味ではね、安保なくせとか非武装中立がいいなんてことは全然考えてなくて、日本も叱るべき、やはりそれは武力といいますかね、防衛力を持つ必要はあると思いますけれども、だけどそれがですね、やっぱり必要を超えて、それから他国に脅威を与えてしまうものであってはいけないという思いを非常に強くしてますから、これがやっぱり私たちの野党のですね、取って代わるべき野党の、今の与党に取って代わるべき野党の一番大事なところではないかなと思うんです。それからあともう一つ、抑止についてね、ずっと私もこの間考えてきましたけれども、私は中国とかなり行き来がもう何年前から国交樹立して、国交が正常化してからですね、74年か75年ぐらいから行きましたから、近藤さんも実は中国留学組なんですが、私は留学したことはありませんけど100回以上行ってるんですね。でいろんな人と話をして、あるいは中国の各地を見て回って、抑止という概念といいますかね、殴り返せんだと、先ほどの柳澤さんのお話では倍返しのですね、脅しだということですけれども、その倍返しの脅しというのが一番効かないといいますかね、効果が薄いのが私は中国じゃないかなと思ってるんです。日本なんかはね、やっぱり倍返しって言われると国土は狭いですし、人口は密集してますから、倍返しって言われるとすぐこう、ギクッとしてビビるわけですけれどもね、やっぱり中国はね、その点ね、倍返しだということを言っても国土があれだけ広いですし、今の共産党政権ができたところもですね、できた過程もざーっと調べてみると本当に少数の人たちが中国の中を、広い中国の中に逃げ回ったわけですよ。調整だとかね、いろんな根拠地だとかいろんな言い方してますけど、要するに国民党軍が強いのだから逃げ回ってた、ざーっとわけです。その中でだん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 力を強くしていったわけですから、私はその抑止というのが一番効かないのが実は中国ではないだろうか。だからその意味では中国に抑止抑止ということはあまり意味のないことじゃないだろうか、むしろその挑発をすることにつながるんじゃないだろうかというふうに思ってます、はい、なるほど、ありがとうございます。大変面白い議論をいただいたなというふうに思っております。そのあたりの中国に対して抑止が効くのかどうかについてまた後で柳澤さんにもご意見もいただければなと思いますけれども、続いて、同じく立憲民主党からですね、近藤昭一議員にお越しいただいているので、またコメントをいただきたいと思うんですが、沖縄東部米軍基地問題、銀行なんかですかね、沖縄銀行と言われる銀行の会長もなさっておられて、やはり立憲民主党、旧民主党の外交となるとどうしても普天間の問題とかっていうのもかなり今でも取り沙汰されるような、
敗例として取り沙汰されるようなこともあるわけなんですけど、まあ、そのあたりもその銀行の会長というお立場も踏まえて、まあ、それから今海田先生がおっしゃったようなこと全般について、コメントをまずいただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。近藤翔一です。まあ今海田さんからいる話があった中で、専守防衛っていうのは大事なんだというお話がありました。私もですね、やっぱり日本の憲法9条というのは非常に大事だと思っていて、で憲法9条のことを言うとですね、よく平和ボケだとかですね、まあ、腰砕けなんだとかそういう批判があるんですが、私はそうじゃなくて、まあ、今日の、ND さんの提案の中でも流れているのはですね、やっぱりその抑止のジレンマ、あるいは防衛のジレンマと、そういうことをやっていくとかえって危険なんだということなんだと思うんです。ですから私は本当にこの専守防衛9条を大事にしていくことこそ日本が取っていくべき道だと思っています。そして、まあ、そういったなんか平和ボケだとかと批判をいただもらうんですけど、じゃあ例えば今の政権、自民党政権等がじゃあそういう中でどうしてるかというと、これも今日ND さんからご提案をいただきました。安全保障はそういう、まあ、抑止、軍事力だけじゃないんだ。食料資源あるいは、まあ、自然災害に対するに日本のなんですかね、力ですよね。あるいはこの新型コロナウイルスの問題ありました。そうしたウイルスに対する対抗力とか対抗する力、そういうものが非常にないがしろにされてきて、そういう中で時に、まあ、軍事力力のことだけが言われて、それも、まあ、今申し上げたように本当はかえって危険になっていくんだと、こういうことだと思うんです。そういう意味で私は逆に言うとそういうことこそ大事だと思っていましたので、決して、平和ボケなんかではなくて、やはりそういう危機があるんだと、そういう危機に対してしっかりと日本の中で施策をしていかなくちゃいけないと、こういうふうに思ってきたということであります。そして、まあ、私は、まあ、逆に言うとそうだからこそきっちりと立憲民主党はですね、そうしたことに対する総合的な安全保障対策、安全保障政策ものをきっちりと作っていかなければならないんだというふうに思います。そしてですね、今海田さんの方からも中国のことについての言及がありました。私も、まあ、実は80年代の初頭に中国に留学をした経験があってですね、まあ、やはり、まあ、常に申し上げるんですけども、大切なことはやっぱ現地へ行って話をする、そういうことだというふうに思ってます。まあ、また後ほどそういう話題での話もあると思うんですが、でもう一つ今沖縄と米軍基地問題銀行段階のことがお話がありましたので申し上げておくと、私で3代目の銀行の会長になります。初代は鳩山由紀夫さん、そして2代目が河内宏さん、そして私が3代目ということになる、なるわけであります。まあ、そういう中で時の少なくとも県外へ、そして国外へという話、それは民主党政権の大きな失敗だったではないかと、こういうことが言われますけども、確かに政策的にその後混乱したということはあるかもしれません。でもやはりですね、あれはまさしく日本をどう守っていくかということで考えると、沖縄に過度の負担を与えすぎない、そして真にこう安全保障、まあ軍事、まあ、そういう軍事面での軍事面というか、そういう防衛力の面でも考えてですね、やはりきちっと全国的に考えなくてはいけないことを沖縄に集中させすぎてきた。そしてまた帰ってこない防衛のジレンマということになるんだと思いますが、日米同盟に偏りすぎてきた、まあ、かえってそこが危険なんだという認識は非常に大事だったと思っています。今でもそれは、まあ、残念ながら結果は出ていませんけれども、大事だったと、こんなふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。お二方からオルタナティブを示していくことが大事だというようなお話もいただいて、私どもも その中に少しでも私どもの提言が取り入れていただければななんていう希望も持ちながらこの提言出させていただいたんですけれども、
お話を各論にぜひここで進めさせていただければと思います。まずはやはり各論ってなりますとですね、こう日本の自衛隊の在り方といったところ、それから米軍との、まあ、今一体化と言われてますけど、日米の防衛体制等がですねまず話題に上がり、今後台湾という話もある中どうなっていくんだろうかということが非常に関心を集めるところかと思いますが、そのあたりを半田さんの方から解説をいただこうと思います。半田さん、ぜひよろしくお願いいたします。はい、わかりました。じゃあ、最初のもう次行ってください。で、16日に日米首脳会談があって、52年ぶりに台湾という言葉が出てきました。で、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調すると、これは日米が連携していわゆる台湾有事を引き起こさないような、まあ、抑止力を持つというふうに、まあ、取るのが素直だとは思いますけれども、他方そのじゃあその抑止が破れた時には日米が連携するというような、まあ、軍事的な連携を約束した文書というふうにも言えると思います。はいはい。で、中国は、まあ、ご存知のように台湾については革新的利益という言葉を使って、これは再統一をずっと図っている国なわけですね。で、一昨年の1月に習近平さんが、まあ、武力の使用は放棄しないというふうに、まあ、明言をしたと。で、昨年の5月の全人代の時には李克強さんが今度は台湾との再統一に触れた政治活動報告の中で、これまで必ず入れていた平和的という言葉を初めて取り除いたわけですね。つまり武力行使も厭わないというようなことが、まあ、2人の指導者の口から出てきたということです。はい。で、最近の傾向として、台湾の防空識別圏に、中国の軍用機が盛んに侵入して、挑発をしていると。で、今月の12日には過去最多の25機が入ってきたというようなことが起きてきました。はい。で、アメリカはこういった台湾に対して、まあ、関与を深めようとしています。これはトランプさんの時からの延長線上の流れで、特にバイデンさんになって加速度的にこの中国との関係が密になってきています。で、例えば3月の28日、パラオにいるアメリカ大使がパラオ大統領と一緒に台湾を訪問すると、まあ、こういう珍しいことがあったわけですね。で、4月の9日にはアメリカが台湾との当局者同士の接触規制を緩和するというような形で、この仕組みとして密になるということをやって、今月15日にはリチャード・アーミテージさんが台湾を訪問すると、そして蔡英文総督と会談するということをやりました。で、非常に台湾と米国の関係が密になっているということです。はい。で、アメリカ軍は今のこの情勢をどう見ているかというと、3月9日インド太平洋軍司令官、アメリカは世界を5つの方面軍に分けていて、そのうち中国や日本が入っているのがこのインド太平洋軍です。そこのフィリップ・デイビッドソン司令官が台湾への脅威は今後6年以内に明白になるだろうと期限を区切って台湾有事の発生に言及をしました。はい。3月23日にはこの後任となるジョン・アキリーノさんが台湾有事について大半の人が考えているよりもはるかに近いというふうに述べたわけです。で、また一番下にあるように台湾侵攻を見過ごせば地域のパートナーとしての米国の信頼に影響が出ると述べて、台湾危機への介入が必要だという考えをまあ示しています。はい。で、なぜじゃあ6年以内に、台湾有事が起きるのかというと、もともと中国はその1996年にあった台湾総統選挙で独立派とされる李登輝さんが当選することを何とか阻止しようということで、台湾と与那国島にある海域に何発ものもミサイル試射をして選挙妨害に出たわけです。ところがアメリカが2隻の原子力空母を台湾海峡に投入すると、軍事力に劣る中国はたちまちこの訓練をやめざるを得なくなったと。で、中国は革新的利益である台湾を手放さなきゃならなくなるんだろうかということで危機感を強めまして、この時を境に海軍力と空軍力を強めてアメリカが台湾に近づけないようにしようと、接近阻止、領域拒否 A2AD ですね、そして2027年には軍の現代化を達成すると。まあ、2027年というのは今年21年から見ると6年、まあ、そういう年限が符合するということです。はい。
で、現状で、じゃあアメリカ軍と中国軍どっちが強いのというと、世界規模で戦争すれば当然アメリカの方が強いんですけども、台湾と中国っていうのはこれ、すぐ台湾海峡を隔てて目と鼻の先なので、中国本土を出撃地として使うことができると。で、他方アメリカは太平洋を隔てていて離れているので、使える基地というと在日米軍基地ガム島ぐらいしかないわけですね。で、一昨年の3月に、ハリス海軍大将が、中国は西太平洋にある米軍の基地や艦船を脅かす地上発射型弾道ミサイルを保有している、その意味で我々は中国よりも不利な状況にあるというふうに述べているわけですね。で、アメリカは2001年の同時多発テロ以降、中東の戦いに気を取られて、で、中国のように軍の近代化が進まなかったと。ここ数年前、4、5年前からアメリカはそれに気がついて、ちょっと方向転換を始めようとして、今その最中であるわけですね。で、またINF 条約、中距離核兵器全廃条約、これはアメリカとソ連が結んだ条約でしたけれども、これは中国が入っていないわけですね。したがって、射程500キロから5500キロまでのミサイルは、中国は1250発持っているのに対してアメリカはゼロと。で、ミサイルにおいて、大変にアメリカは遅れを取っていると。また空母キラーなどという特殊なミサイルもあって、原子力空母11隻を持つアメリカ海軍が第一列島線に近づくのさえ困難な状況にあるというのが今だということです。はい、はい、はい、お願いします。で、これが中国を中心としたこの射程ですけれど、この台湾を射程に入れるだけでも600発と、で、日本や台湾、フィリピンといった第一列島線を狙うだけで150発ということですね。で、合計するとこれ1250発になると、これアメリカ国防総省がアメリカの議会に提出した資料なので、そういうことですね。はい。で、じゃあ在日米軍基地でどれだけあるかというと、一番その台湾に近いところでは沖縄本島に陸海空海兵隊が揃っていると。また現在、沖縄の離島の宮古島や石垣島、そして鹿児島県の奄美大島というところに、地対艦ミサイルと地対空ミサイルの部隊が、自衛隊がですね、配備されて、そして、このように右側の図のようにですね、九州や南西諸島にもそれなりの自衛隊の部隊は揃ってはいるということです。はい。で、アメリカは今後何をやってくるかというと、まずINF 条約が切れて、もう1年半経ってますので、今アメリカは地上発射式の中距離ミサイルの開発を急いでいます。で、南西諸島にまずこの配備を行ってくるだろうと、沖縄本島が最有力であります。また昨年の3月にアメリカの海兵隊バーガー総司令官という方が、海兵隊の在り方を抜本的に見直す兵力デザイン2030というものを発表しました。で、アメリカはその海兵隊だけじゃなくて、全軍を合わせてですね、中国のミサイルから離れるためにスタンドオフにしようと、つまり遠くに行こうとしてたのを今逆にまた近づいていこうと、中国に対してどんどん近づいていこうというようなスタンドインという方向に大転換を始めたと。したがって沖縄の海兵隊が変わるだけじゃなくて、例えば嘉手納基地に戦闘機の増強なども十分あり得る状況になっているということです。はい。で、海兵隊がどう変わるかというので、これご覧いただくと典型的なんですが、上から2番目の榴弾砲中隊、これは大砲を持つ部隊ですね。それは21個が5個に激減すると。で、他方ロケット砲中隊という長射程のミサイルを持つ部隊は7個から21個に増えると。で、戦車みたいな重たいものはいらないということですよね。そしてドローンのような無人兵器は増えると。こういういわゆる近代化された部隊で、遠方遠征前方基地作戦イヤーボというものを今実現すべく、検討を進めていて、真ん中のところ制海権を確保し中国軍の海洋進出を食い止めるため、分散された小規模の部隊で要衝となる離島に配備し、ミサイルやセンサーを配備して戦闘機の出撃拠点や給油拠点として、活用する暫定基地を持つと。で、左下のハイマースというのが比較的長射程のアメリカ海兵隊のミサイルなんですね。で、こういった戦い方をするというのは南西諸島というのはこれ非常に重要になるということですね。はい。
で今このヤーボを実現するためにどうなってくるかというと、米軍再編の合意の中で、沖縄にある第2海兵連隊と第12海兵連隊っていうのはガム島やどこかに行くってことが合意されてますけども、これを残して回収していくんじゃないかと。つまり、沖縄から出ていかなくなって、しかもこの沿岸海兵連隊として、回収されていくことになるんではないかということですね。まあ、米軍の兵力の増強ということになる可能性が高くなったと。はい、で我が方自衛隊がどう変化しているかというと、まず2018年の12月の防衛計画の大綱と中期防衛力整備計画によって護衛艦いずもの空母化が決まったわけですね。でこの下に映っているいずもと加賀という空母型の対潜水艦船に特化された船をガラッと変えて空母にしちゃおうと。はい、で乗せるのはこの右側にある垂直離着陸ができる F-35B という戦闘機。もうすでに航空自衛隊はこの F-35B というステルス機を42機買ってますが、2018年の12月の閣議了解によって F-35 を105機追加して、そのうちの42機を F-35B として、これを加賀と出雲に乗せるということを決めましたので、これまで我が国は他国に脅威を与えるから持てないと言ってきた攻撃型空母を初めて持つことになったということです。はい、でまたこれまで、他国に脅威を与えるとして持てないと言ってた長距離戦略爆撃機と同じ役割を果たすような長射程のミサイルを買い始めていると。で左側は F-35 戦闘機から発射される、その JSM という射程500キロのミサイル、右側は JASM という射程900キロのミサイルです。日本列島というのはこれ、南北に長いわけですけど、本州だけ見た場合には1200キロしかないですね。本州は1200キロしかないのに、そのどの基地から飛び上がってどこにいる、敵を攻撃するかというと、この射程900キロのミサイルの使い道というのは敵地攻撃に最もふさわしい兵器ではないかということが言えると。はい、で昨年の12月18日に閣議決定によって一蓋式地対艦誘導弾、これは日本を攻撃してくる船を陸上から攻撃するというミサイルですが、これを長射程化するということを閣議決定をして、でしかも護衛艦や戦闘機に乗せるということをファミリー化するということも決めました。ということは例えば宮古島や石垣島がここに置かれていると、ここから発射すれば中国大陸まで届くわけですけれど、さらに前進をして護衛艦や戦闘機からも発射できるというような敵基地攻撃可能な兵器というのもどんどん今開発や購入が始まっているということです。はい、でじゃあ運用はどうなっているかというと、2018年から海上自衛隊がインド太平洋方面派遣訓練部隊と称して護衛艦加賀と出雲、つまり対潜水艦船に特化したものを担当する船を3隻2隻3隻というふうに派遣をしていて、期間としてはこの2018年が65日間ですね。そしてこの海戦で引いてある九段線と言われている、中国が内海から狙うような海域に投入をしていくと。でこの中で、日本の単独訓練や日米共同訓練、そしてオーストラリアやフランスが一緒になった多国間訓練というものが繰り返されていると。はい、で海上自衛隊のホームページを見ると、この黒字で書かれているように本訓練を通じて海上自衛隊と米海軍のインターオペラビリティのさらなる向上を図るとともに地域の平和と安定に貢献する日米同盟の強靭性を示しましたと。ここに地域の平和と安定というのがあたかも自衛隊の任務のように書かれていますね。つまり専守防衛からはるかに逸脱をして南シナ海の平和と安定が自衛隊の仕事であるというふうに自衛隊は今認識を始めたということです。はい、で平成31年はこれ出雲が行きました。これは最長の72日間ですね。はい、でまたこのフランスが一緒になった訓練では、ここでこれらの国々との共同訓練の実施は海洋秩序の維持強化に貢献するものです。これ訓練を行っているのはインド洋でやってますから、インド洋の海洋の秩序の維持まで自衛隊の任務として拡大されたというふうに考えている。はい、で去年はコロナで短かったんですが41日間と。で2018年には黒潮、そして20年には昇竜という潜水艦を派遣してるんですね。はい、でなんで潜水艦が行ってるかというと、これは日本の潜水艦を中国の潜水艦と見立てて
南シナ海で訓練をしているわけです。で、潜水艦を探知するためにはスクリュー音を捉えるしか方法はありません。その微弱なスクリュー音というのは海水の温度とか濃度とか潮流で全く伝わり方が違うので、実際に潜水艦を持っていかないと南シナ海で中国の潜水艦を相手にした戦争ができないから持って行ってるわけです。で、海南島というところに中国の巨大な潜水艦基地があって、我が国の潜水艦がこの南シナ海に入るということは、中国の潜水艦および水上艦艇の需要を許さないということになると、はい。でその結果として中国海軍の戦力を削いで気球弾線内側の内海化を阻止すると、また中国を出てインド洋を通って、中東アフリカヨーロッパまで伸びる一帯一路の一路海のシルクロードを自由に、使わせないというような意図が含まれていると、まあ、自由で開かれたインド太平洋の狙いが一つここにあるわけですね、はい。で、まあ、で大変に中国は反発を強めていて、去年の7月にアメリカの空母が2隻入って、まあ、共同訓練を2回やりました。これはアメリカの中の共同訓練で、100機もの攻撃機が何度も離発着を繰り返した。でこれに対して8月に中国が空母がいた海域に対して空母の舷縁に対して対艦ミサイルを2発撃つと、これガムキ空母キラーというやつですね。またガム島まで届くガムキラーといったものも撃つと、でこういった猛烈な不満を、まあ、表すまでになっていると、はい。でもうすでに我が国安全保障関連法が施行されて5年近くになります。台湾有事というのは間違いなくこれ重要影響事態、日本の平和と安全に重要な影響がある事態として認定をされ、そうなれば自衛隊が台湾有事で戦うアメリカ軍の後方支援ができる、兵站活動ができるということになるわけですね。でアメリカ軍がやっつけられればアメリカ軍の打撃力や抑止力が弱まったとみなして存立危機事態が認定され、自衛隊が集団的自衛権の行使を活用して米軍とともに中国軍と戦うことになると。まあ、つまり台湾有事というのは安全保障関連法ができたことによってこれシームレスに日本有事につながることになったということなんですね。で一番下の2つがこれこの提言の1、2なんですね。米軍の中距離ミサイル配備など日本ミサイル軍拡の場とする政策に反対すべきであると。で自衛隊ミサイルの長射程下や艦艇のプレゼンスなどがかえって地域の緊張を招くことがないように配慮すべきであり、敵地攻撃禁止など自衛隊の運用に関する新たな歯止めを設けるべきであると、まあ、つまり今日ご説明したのはまるでこの逆を今やってるわけですよね。ミサイルを長射程化して、護衛艦を空母化して、さらに訓練の海域を中国の目と鼻の先に行って武力行使を前提とした訓練をやってると、まあ、つまり挑発行為、まあ、それが抑止として機能すればいいんだけれども、抑止が破れた時にはたちまち日本有事になっていくと。でこんなことにならないためにはこういった提言を真面目にこれ実行していくしかないと。でそもそも我が国は1978年に日中平和友好条約を締結してるわけですよね。で恒久的な平和を目指すんだということをその時に約束してるわけで、アメリカとだけ仲良くするってわけではないはずなんです。まあ、そういったことを踏まえて、まあ、原点に立ち返った上で、外交を続けていかなければいけないという理由が、まあ、今日お示ししたような内容から読み取っていただければと思います。以上です。ありがとうございました。はい、詳細なご説明ありがとうございました。先ほど来専守防衛を、まあ、維持するべきであるというようなお話もお二人の先生からも議員の方からも出たかなというふうに思うんですけれども、かなりこう地域の平和と安定に貢献とか海洋秩序、しかもインド洋でなんていうお話もあったんですけれども、まあ、台湾の有事がそのままシームレスに日本の有事になるなんていうお話もあったので、ここで海田さんから一言コメントいただこうかなというふうに思います。海田さんお願いします。そうですね、今のお話を聞いて改めてやっぱり専守防衛ということが大事だなと。で私思い出しましたけど、先日半藤さんがお亡くなりになりましたね。で時奥様に残した最後の言葉というのがね、牧師を読みなさいと。僕は墨の牧ですね、牧師すると言って、
牧師が守ると非常に固く守るわけですよ。伝統牧師なんて言いますけどね、あれはまさにね、今からもう2000年以上前の話ですけど、やっぱり中国にもそういう意味では専守防衛の考え方あったわけで、まあ、今は必ずしもそうじゃありませんけれども、やっぱり日本ではもう日本ではですね、やっぱ改めてこの専守防衛と、守るのは本当に固いよと、しっかり守るよと、日本の国土、そして領海、領空はしっかり守るけれども、やっぱり他国に脅威を与えない、他国に出ていかないんだということは、私はね、改めて今本当にこの極東がですね、東アジアが、あるいはまあ南アジアもそうですけど、インド太平洋が非常に危ない時期にある時だからこそ、やっぱり日本は専守防衛でいこうじゃないかということをもう一回ね、やっぱり国民にはっきり問いたいと思いますね。私は決してね、そう考える人は少なくないはずだと思っています。はい、ありがとうございます。私もそのように感じていて、まあ、台湾で何かあるとなると本当に今有事となれば、まあ、ここでまた出てくるのが沖縄がすぐそばであるという、うん、まあ、大変そもそも負担を負ってる沖縄に、もちろん中国にもね、やっぱりそんなね、武力解放なんてダメだということはメッセージと言い続けなきゃダメなんですよ。これはただ武力解放をしたら、武力攻撃をしたら武力で仕返しをされるよということではなしに、やっぱり武力解放ということが一体このアジアの平和と安全にね、どれほど大きなね、ダメージを与えるかということ、それは中国のためにもならないんだということを、やっぱり繰り返し繰り返し言っていく必要があると思いますね。ありがとうございます。非常に、まあ、そういったことをおっしゃってくださる方が国会議員にいらっしゃると、改めて意を強くするわけですけれども、またそのテーマについて続いて議論していきたいと思うんですが、提言の中身の安全保障の部分について、もうお一方、浅藤さんの方からですね、残る、沖縄地位協定、尖閣、駐留経費といった提言のご説明をいただいて、また議論していきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします。はい。まだ提言のすいません内容はもちろんちゃんと読んでいただければそれが一番なんですけれども、まあ、ポイントだけお話をしていくと、先ほどの半田さんのご説明にもありましたけれども、例えば沖縄の辺野古の問題ということでいうと、巨額の費用を投じてあそこに、まあ、普天間の代替施設を作ろうとしているわけですが、これもご承知のように軟弱地盤が見つかって、でとてもじゃないけれどもいつになったら本当にちゃんと基地ができるのかもわからないというような状況の中で、海兵隊の戦略は変わっていくと、で部隊も大幅に縮小されるという中で、本当にそういうことをやる意味があるのかということをもう一度問い直す必要があるんじゃないかと。でなんかアメリカの顔色だけ伺って、でそれでこういう施設を作りますと言っていれば日米同盟強化と言えるというような、そういうこと発想自体はおかしいのではないかと思っています。これは地位協定もそうで、1960年の安保改定の時に作られた地位協定が元のまんまというのはですね、これ日本ぐらいのものであって、少なくともやはり NATO 並みには改定していくべきだろうというふうにも思っています。でその地位協定の運用についても、やっぱり沖縄と本土ということでいくと、どうも運用には違いがあるということでもありますし、だから沖縄にかけている負担ということでいくと、本土の人間が、まあ、考えていない、そういう面が多々あるということはぜひ理解をしておいていただきたいというふうに思っています。で先ほどの自衛隊の問題と、それから台湾有事、そして尖閣っていうことを考えてみるとですね、これも半田さんのご説明の中にもありましたが、与那国島に始まって、宮古島、石垣島と今自衛隊の基地が、まあ、陸地の場合は駐屯地ですけれども作られています。これって実は地元の中でもですね、自衛隊の基地を、まあ、誘致するという動きもあって、そういう基地も作られているということではあるんですが、本当にそれは日本の防衛の問題、安全保障の問題で、必要ということで置かれている、いくのかどうか、地元の理解をちゃんと得られているのかどうかということで言うと、これも甚だ問題だと。
いうことが言えます。ガイドラインに従っても、あの自衛隊の施設と米軍 の、 あの共同使用と共同運用ということが言われております。それから台湾有事などということになった場合には、当然、自衛隊の施設も攻撃の対象になる、その可能性は甚だ大きいということが言えるわけですが、そういった議論はほとんどないと、ないまんま、あの基地の建設だけがですね、既成事実化してどん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 進められているという状況です。自衛隊の基地を、まあ、誘致をしたいという地元の人たちは、この人たちは、有料企業を呼ぶとのと同じだという論理で自衛隊の基地を誘致をしていると。でもそれはやっぱりあくまでも軍事基地であるということで、それはあの実はあの離島が経済的にも著しく疲弊していくという状態をある時期までほったらかしにしていた、まあ、日本の政府の責任でもあるということなんですけれども、それが今度、基地が置くということになると手のひらを返したように自衛隊が行くと地域振興になりますよというような議論で、基地が進められる。地元の人にとっては経済振興の話ばっかりで防衛なんていう議論をほとんどせずに、自衛隊の基地が作られているという状況っていうのは、これは日本全体の安全保障政策、防衛政策ということから考えたときにいかがなものだろうかというふうに思います。例えば一番最初に作られた与那国島っていうところでは、当時の、基地が作られる前にですね、当時の沖縄の総領事だったケビン・メアという人が、その与那国の港とそれから飛行場というものを利用すると、与那国空港を利用してヘリコプターを掃海艦支援に使えば台湾に最も近い日本の前線領土として対機雷作戦の拠点になりうるというような電報を送ったりとかしています。つまりアメリカの場合にはさまざまなことを考えるときに、これを軍事拠点としてどう使えるのかということを織り込み済みでさまざまなことを行っているということです。それがどの程度きちんと議論されているのか、議論されないまんま住民を置き去りにして、さまざまなことが行われているのではないかということです。もう一つ、後方支援という話もありますが、後方支援はあの実際の戦闘と違うから、軍事作戦と切り離されるなんていう議論をしているのは日本ぐらいのもので、後方支援、つまり物資の補給とかいうのは軍事作戦と一体化して考えられるというのが当然のことですから、当然それを行うところも攻撃の対象になるということを考えた上で、進めなければならないということです。尖閣の問題についてもですね、これを、中国の動きが大変活発化していると、それはもうその通りで、今最前線で対応しているのは海上保安庁ですね。海上保安庁がもう疲弊の極にあると、これもまた事実だと思います。尖閣対象ということで増強されてはいますが疲弊の極にある。では海上保安庁をどれほど増強しているのかということですが、あの実際にあの海上自衛隊という軍事組織が出ていくと、中国も海軍が出ていくということで軍事衝突の危険性が高まる。危険性はなるべく小さくしていくということで考えると、やはりもう海上保安庁に頑張ってもらうしかないというのがこの提言の中身な提言なんですが、今年も令和3年度の当初予算と令和2年度の補正予算を合わせても海上保安庁の予算というのは2570億です。だいたいイージス艦、改装される、あの増強されるイージス艦の1隻分ぐらいの値段しかない、金額しかないと、こういう状況で、国境警備それから紛争にならないような手段ということも考えながら本当に施策が行われているのだろうかと。実際はアメリカの、軍事物資をですね、高いお金で言われるままに買っているというのが実は今の日米、軍事協力の実態であって日本の防衛の実態であると。
そして戦略がよく明確にされないまんま、離島防衛という言葉だけが、まあ、先走ってですね、行われているというような状況、これはその安全保障戦略の中にどういうふうにそれを位置づけていくのかという議論がないがしろにされているという状況は、最初に述べましたけれども、安全保障戦略が先にあって、きちんとあって、そして、まあ、軍需の面で何が例えば自衛隊はできるのか、やるべきなのかっていう議論をきちんと行った上で、進めるべきだというふうに考えているということです。だいたい与えられた時間はそのぐらいですので。はい、ありがとうございました。あの海保の強化という話で、まあ、あのこの提言書ですね、いろんな方にいろんなご説明をしながらですね、回って歩いているんですけれども、あのなんというか、もう少し中国との対話のパイプをちゃんと作るようにって提言するべきだったんじゃないですかっていうのは結構多い批判、リベラル側からの批判ではあって、あの私たち自体ももちろん中国との対話っていうのをパイプをもうできる限り続ける、まあ、そこも後で海田さん、近藤さんにしっかりいただきたいなと思ってるんですけど、そこはもちろん意識の中に強くありながら、まあ、安保提言ということで、やっぱり自衛隊を出すというような議論が今なされている中で、そこは違うでしょうというようなメッセージを発したつもりでいるということをちょっとお伝えしておこうかなと思います。今のお話聞いていただいて、近藤さんの方からコメントいただけますでしょうか。お願いします。はい、ありがとうございます。まあ、沖縄の問題、なんていうんですかね、日米同盟、まあ、立憲民主党も日米同盟をが大変重要だということを言ってるわけですが、ただ、まあ、私は沖縄と米軍基地問題銀行団会の会長として何回も沖縄、まあ、しばしば沖縄を訪れてるんですけども、そういう中で本当に沖縄にこう負担がかかっている。そしてまた事件、まあ事件が絶えないわけですね。で、なかなか日米地位協定を我々とは立憲民主党、まあ、民主党時代も野党として変えなければということでありますけども、なかなかこれが動かない、政府が動かない。そしてまあ全てではないと思いますが、アメリカの関係者、まあ、政府関係者、大使館とかも、まあ、話をしに行ったりするんですが、なんかですね、非常に沖縄に対して、沖縄はやはり米国が日米戦争の、日本との戦争の戦いでなんか勝ち取ったような、そしてその勝ち取った沖縄を利用して、活動している、そんなところが今でもあるんじゃないかという疑念を感じざるを得ないようなところがあります。まあ、そういう中でですね、駐留経費なんかもそうだと思っていて、まあ、駐留経費も何年か前に私も国会でだいぶやりましたけども、日本側が負担を持って負担している。そしてそういう中で、まあ、いわゆるそういう基地関係といっても、いわゆる軍事というかそういうものだけじゃなくて、リクリエーションとか、まあ、ハンバーガーショップとかリクエーションに関するものとか、そうしたところにさえ、そうした防衛、日本側が負担している金額がかなりあるということだったんですね。ただそういうことに対しても、日本の多くの方の中ではですね、まあアメリカが守ってくれているんだと、だから日米関係が非常に大事にしていけばなんとかなる。まあこれは戦後の、まあ私なんかもそうですけども、やっぱり戦後生まれの人間にとって非常に日米関係っていうのは、まあ米国との関係っていうのは非常に成功体験みたいなところがあって、もうとにかくアメリカについていけばいいんではないかっていうところ、ちょっと強すぎるんじゃないかと思っています。ですからそういうところなんかも冷静にです。冷静にというか、まあ、今日の主題、今日も再三言われていることですけども、アメリカにこうくっついていけばいいんではなくて、かえって危険なところもあるということ。そして今申し上げたように、日米地位協定ちっとも全く変えようともしない米国には一体何を考えているのかということはですね、冷静に見ていかなければいけないと思います。沖縄議論で、しばしば先ほど沖縄に行って、話をするという話をしました。現地の防衛局とも、また国会内でも防衛省ともやるんですけども、さまざまな沖縄の住民の皆さんにかかっている問題、事件とかたくさんあるじゃないですか。そういうことについても一体真相はどうなっているのかと言ってもですね、まあ米国との関係、まあ、安全保障に関わる機微な問題だといって、
ほとんど情報が公開されないんですよね。私はそういうところも本当にあの問題だと思っています。なんかこうさっき申し上げたみたいにこうきちっとした情報が公開されていない、また議論も不十分な中で、とにかくアメリカに守られているんだ、アメリカについていけばいいんだということが強すぎると思います。そういうことはきちんと検証していかなくてはならないというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。会場からのコメントもいただいているんですけれども、やはりですね、少し読ませていただくと、アメリカと日本との関係、日米同盟ばかりを強調して、米国がさも日本の防衛まで担ってくれるかのような曖昧な姿勢や立ち回り方をしてきているのが、まあ、今の、まあ、この間ずっと続いてきた自民党政権なのではないかと、まあ、しかしこういう姿勢が国民に対して過度の危険や甘えを抱かせ、日本人自身が国防はどうあるべきかとか、外交はどうあるべきかという、まあ、自分自身で考えるような姿勢を、まあ、失いですね、安易に頼ったりだとか事実から目をそらすような姿勢を植え付けてきているように思いますというようなコメント、またまあ、自分自身で考えるような国民を作り出すためには、ちょっと厳しい言葉は政治家に、政治家の方がもう少しちゃんと考えるような政策を出し、呼びかけていくような努力を政治家の方にもしてもらわなくては困るというご意見もいただいてますし、またそうするには日本の国民全体がそういったものを、まあ、他力本願でなく自分で考えていくためにはどうしたらいいと思いますかといった、まあ、質問もいただいていますので、次また皆様コメントいただく際に、もし可能であればこういった質問にも触れて、コメントをいただければというふうに思います。今ですね、ずっと日本提言を少しずつ触れながらですね、自衛隊沖縄尖閣駐留経費等話を進めてきたんですけれども、ざっとまあメインの部分につき触れ終わったところで、柳沢さんの方からですね、まあコメントご意見、あるいは少しここも強調しておきたいよというようなことがあればいただけますでしょうか。お願いいたします。質問にももし可能であればお答えください。はい、ありがとうございます。さっき の今しがたの近藤先生のお話にもありますようにね、今まではっていうか、まあ、特に冷戦時代、日本が1952年にサンフランシスコ条約で独立を回復して以来、安全保障は基本的にアメリカに依存するという形がずっと続いてたわけですね。それでその経済復興に専念するという、そういう方向がずっと続いていて、そしてそれが、成功体験になってきたって、それをそのまま今も、従ってアメリカにくっついてれば間違いないんだという、そこが思考停止ラインになっちゃってると思うんです。ですから私は冒頭も申し上げましたようにね、今一番その日本というか東アジアの安全保障における最大のリスク要因は何かといえば米中の対立関係で、これが戦争になればもう必然的に日本が巻き込まれることはもう確実なわけですから、ですからアメリカにくっついてれば間違いないという思考停止はもう今通用しない時代に入ったというのが、まさに米中対立を基調とする今日の東アジアの情勢の最大の、ポイントだと思うんですね。そういうところから、なんとかそのアメリカにもそして中国にも戦争しちゃいけないというメッセージを出していくということが極めて重要なんだろうと思うんですね。でそれからさっきからの議論の中でね、私も佐藤先生がおっしゃったのかな、離島に自衛隊のミサイルが配備されて、で、まあ、ここでもね、本当にNHK なんかの番組なんかで一緒に、まあ、別のインタビューですが、一緒に出た自衛隊 OB の方なんかの発言を聞くと、これがその抑止力を高めることは間違いないという言い方をされるんです。しかしながら、抑止力というのは実はその日本全体に益するものであって、そこにそのミサイルが置かれたその場所にとってね、安全が高まるかというと、
それはそのいざという時に真っ先に攻撃対象になるという意味で、意味ではそこのミサイルを置いた場所が安全になるわけではない、そこを守るための部隊ではないという認識がまた必要だと思うんですね。秋田の陸上イージスの場合は、市街地から500メートルしか離れてないじゃないかという話だったけど、宮古に作られているあの自衛隊のミサイル基地の場合には、弾薬庫から250メートルの ところに集落があるわけですから、これは有事そこが攻撃されたらもう影響を受けざるを得ない。でそこまで本当にやるのであれば、そのことをも想定した上で、島民をどうやって避難させるかという計画を合わせて持たなければいけないはずなんだけど、全くそんなこと考えてないんですね。そこもその思考停止、ミサイルを置けば安心なんだという思い込みだけど、それは実は安心だけではなくて安全保障のジレンマに巻き込まれてかえって、危険になる側面もあるんだということで、もう一つ私前から気になっているのは尖閣の話でね、それも心配は分かるんですけれど、どうもその与党もそれから野党も含めてね、どうもともすれば尖閣で海保がもう限界に近づいてる、そして海警、中国海警の武器使用が、を可能にする海事警察法の改正があったから、そうすると海保の武器使用もちゃんとやれるのかとか、あるいはそのシームレスに自衛隊が出られるのかという議論にどうも特化した議論が与野党問わず焦点になっているように思うんですが、これは実はもう、全く私は間違いだと思っています。さっきも佐藤さんが言われたようにね、こちらが自衛隊を出せば相手だって軍隊を出してくる、でこちら海上保安庁が武器を使えば中国海警の方が強力な武器持ってますから相手だって武器を使うわけで、そのなんていうか自分の方が、喧嘩腰になれば相手が引っ込むという前提しか考えてないというのが、全く私はこれはもう常識外の間違いなんだろうと思うんですね。で海保が限界に近づいていたら政治がやることは武器を使うようにするんじゃなくて、なんとか武器を使って睨み合うような事態にならないように、相手との その交渉枠組みを作っていくということが実は現場にとっても一番ありがたいことなんだろうと思うんですね。でもその辺を抜きにして、相手よりっていうのは日本の、政界の中でね、相手より自分の方が、もっと勇ましいんだみたいなところを競い合うような雰囲気になってるところが私は非常に心配だし、最も気に入らないところだということを、合わせてコメントさせていただきます。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。少し時間が白熱するにつれ皆様の時間がだんだん伸びてきて、少し時間が押し気味なので少し飛ばしながら行きたいかなと思うんですけれども、提言、幅広くですね、かなりの項目にわたって触れているんですが、メインはやっぱりこの米中対立に伴う、日本がどのように動くのかというところだと思うので、そこの中でもしお話をしきれてない点があればですね、半田さん、佐藤さん、一言ずついただいた後に、ちょっと今後の展望についてということで、柳沢さんにお話しいただいて、議員の2人にお話しいただく、そんな流れにしたいと思います。では、半田さん、佐藤さんの順でお願いします。はい、私、先ほど、大急ぎで、ね、アメリカ軍が台湾有事に危機感を持っているというのをお話をしました。で実際に3月にインド太平洋軍が、中国に対する抑止を強めるということで273億ドルの追加要求をしているんですね。でこれ日本円にすると3兆円なんですよ。非常に巨額 の軍事費を今年の3月に要求している。でその中に第一列島線にミサイル網を敷くという項目が入っています。で第一列島線の中で国というのは日本と台湾とフィリピンしかありません。で台湾に置けるはずもないですから、またフィリピンは
今憲法改正をして外国の軍隊の駐留を認めていませんので我が国ということに間違いなくなると。でその時に私日本の政治にこう心配なのはですね、日米安保条約で重要な装備の変更、これは事前協議の対象になっているはずなんですが過去一度も行われてないわけですよね。例えば通常型空母が原子力空母に変わる、これは外見は同じですけれども燃料タンクがなくなる分だけこれ莫大な量の弾薬が収納できるように変わって戦闘力が格段にアップしているわけですね。また沖縄にオスプレイが24機配備するときも事前協議が行われてない。でもっと言えばベトナム戦争に日本から B52 が飛び立っていった場合でもその事前協議はやってないわけですよ。この米軍の行動の手足を縛らない、つまり米軍の運用に口出ししないという妙な遠慮が外務省やあるいは日本の政治家にもあって、米軍のその装備の強化とかあるいは戦闘作戦行動で出撃していくという時に、何ら米軍と話し合おうとしない、つまりノーということがない。だから今アメリカが最初に日米首脳会談を外国の首脳として菅さんと最初にやったし2プラス2も3月に日本と最初にやったというのは今バイデン政権の中で新型コロナ対策に2兆円を投じる200兆円ですね。でまた成長戦略に200兆円ですからこのバイデン政権できてたった2ヶ月でもう400兆円投じることを決めてるわけですよ。で費用の面で言ってもアメリカはこれから戦争する余裕がないわけです。でさらにその出撃基地として日本列島を使わなければこれにっちもさっちもいかないと。だから日本にはそれなりのアドバンテージがあると思うんですよ。要は全部ノーというかどうかはともかくとして日本のそういった立場というものをもっと有効に活用してアメリカと向き合うというような手段というのが出てくるだろうと。あと多分アメリカがそのミサイルを置くとかあるいは軍用機を前進配備させるってことになると中国は多分尖閣諸島に対抗 に対して何かちょっかいかけてくると思うんですよね。でその時に我が方が見切れでないといけないと思うんです。で去年王毅外相が来た時に日本側で得意な動きがあるって言ってましたけどあれはあれですよね。石垣島の漁船をチャンネル桜がチャーターしてわざわざ日本の領海の中に入れるからでしかもでっかい日の丸をつけた船が行くからかつて石垣島の船から日本の右翼の政治家が飛び込んで上陸したようなことが二度とあっちゃいかんというふうに中国は未然防止をしなきゃいけないので必要以上に海警局の船が領海の中に入ってくるという事態をわざわざ呼び込んでるわけじゃないですか。でそういったことを海上保安庁も知っていながら外務省も当然知ってながらなぜそういった無謀な日本の右翼の動きを止めることができないのかと。だからこっちが米軍に対して毅然とした態度を望むと同時に中国に対しても毅然とした対応をするために政治の覚悟というものはこれ間違いなく必要になってくるんではないかなというふうに、思いましてちょっと一言付け加えました。はい、ありがとうございます。中国にも日本アメリカにもちょっと距離を取りながらやっぱり日本の価値というものを高めてい、く必要があるよね、実際そうするべきだなんて話もちょっと楓さんと打ち合わせの時にさせていただいたようなこともあるのでまたそれは楓さんにも伺っていきたいかなと思います。佐藤さんお願いいたします。はい、今その半田さんが最後におっしゃった例えば石垣なんかのその、チャンネル桜にとどまりませんけれどもそういうのは確かにその通りで、またそこで映された映像が日本の大手のマスコミとかテレビでですね流れてそして中国の脅威というもので伝えられるという状況は、ちょっと日本のジャーナリズムというのはどうなのかと。佐藤さん、すいません、ちょっと電波が、佐藤さん、ちょっと電波が悪そうなので、今、まさに本当、半田さんもおっしゃいましたけども、
もうコロナの問題とかでアメリカは巨大な巨額な財政支出をしなければならない、軍事に割く費用っていうのは増えると、オバマの時代で世界の、あ、聞こえなくなった、うん、聞こえない、佐藤さん、ちょっとね電波が弱いみたいなので、佐藤さん画像を撮ってもらっていいですか、声だけで恐縮ですけど少しの間、はいはい、お願いします。これで聞こえますか。はい、聞こえてます、はい、多分、はい、それでアメリカとしてもですね、大丈夫ですか、中国も基本的にはそうだと思いますけれども、正面から軍事衝突をしたいとはおそらく思っていない。だからトランプ政権の時とは違ってですね、もちろん中国が力でこういろいろやってくるということについては、こちらも力で対抗する準備はあるぞということで、軍はさまざまな戦略をおねり、そしてそれに対抗できるという姿勢は当然ながら見せる、これも当たり前のことなんですが、しかし例えば先ほども出たその環境サミットで習近平を呼んだりとか、分野ではどういう協力ができるか、まさに戦争をしないための、あり方というので、今まさにそのバケカツプロフェッショナルがいっぱいから、そういうことを今やろうとしているというふうに理解すべきだと 思います。それはヨーロッパの国々もまさにそうで、でもうしょっちゅう語られるその中国軍事封じ込めということではなく、市場の再生とどうできるかという戦略をやると、まさに日本はそう考えてやらなければならない、アメリカにくっついていけばというか、アメリカの要望に応えていけば済むという冷戦時代型の外交安全保障というのは、もうそれは日本の安全を守っていくということにはならない。日本自身が何ができて何ができないのか、何をすべきなのかという安全を戦略を練り直す、それがまさに政治の責任であり、その議論をしていただきたいと思っています。で今語られている軍事中心の議論では、柳沢さんもおっしゃいましたが、離島なんかでは国民保護っていうのは日本では大変不十分ですから、住民が不在のまんま防衛論議が進められているという状況は、これは非常におかしいと。軍事の話をするならば、軍事の話のまさにリアルな話をすべきであるというふうに考えています。以上です。聞こえましたでしょうか。はい、画面切っていただいてからすごくよく聞こえました、ありがとうございます。残りですね25分を切ってしまいましたので、今まで問題だ問題だ問題だというところを、まあ、私ども指摘を、まあ、せざるを得ない状況にありしてきたわけなんですけれども、最後、まあ、未来にこういうふうにしていったらいいんじゃないだろうかと、議員のお二人参加していただいて、こんなことを政策でやっていただいたらどうかななんて、そんな提言やこういう努力もしているよなんてこともご紹介いただきながらおしまいにしていきたいと思うんですけれども、まず柳沢さんの方から、まあ、提言の中でですね話をしてまあ、協調的安全保障という言い方をしてもいいのかと思うんですが、うん、ホイップクワッドのあたり、あのあたりの話をして、もしかするともう一回お戻しする時間がないかもしれないので、一応最後かもしれない気持ちでコメントを少し長めに皆さんいただいていこうかなと思います。よろしくお願いいたします。はい、そんなにね、私はね将来明るいとは思ってないです、もちろんね。で、何が一番大変なのか、もう本当にかつてなく厳しい環境に我が国が置かれてるんですが、その理由はなぜ厳しい、かつてなく厳しいかといえば、それは先ほどから皆さんご指摘のようにね、アメリカについていけばいいという時代でなくなったかがゆえにね、非常に厳しいんです。だから自分なりの外交軸をしっかり持って発信していかなければいけない。本当に何ていうのか、文字通りその武力ではなくて知恵で戦争を防がなければいけないということが現実的な課題になったがゆえに、非常に厳しい状況に我が国は置かれているということですね。だから逆に言えば、そこをしっかりできればね、そこに新しい日本の姿が見えてくるという意味で、
まあ、それをね、まあ、希望というには本当に厳しい、誰も今までそんなことやってないから、まあ私なんかはっきり言って私が生きてる間にそんな風に日本の外交が転換できるとも実は思ってないんだけど、であるがゆえに、まあ、そこを本当に貫いていっていく政治があって、しかるべきだしあってほしいなというのが私の切なる願いなんですね。それから一点、またこれ言い出すとちょっとキリがないんだけれど、6年以内に台湾侵攻っていう話はね、私は決して重たい話じゃなくて、もう本当に予算欲しさ のプレゼンだと私は思ってるんですが、インド太平洋軍のね、要は中国にとって台湾がとにかく最優先課題なんですね。その国益という観点から言うと、そしてもう一つ、中国はであるがゆえに一番自分にとって有利なところまでね、待てるんです、中国はね。そういう時にわざわざその軍事侵攻して、戦争になるようなやり方を慌てて取る必要はないし、力押しで台湾を支配したってね、台湾の人たちのもう本当にここまで積み重なってきた民主主義の体験というのはものすごく重いから、香港と違ってそれをね全部押さえつけて国内法で統治なんてできないことは中国もよく分かってるんで、だからその本当こう6年以内の侵攻ありなんていうところで浮き足立って、その何ていうか固定観念を、間違った固定観念を深めるようなことは日本にとって全くマイナスなんだろうというふうに思っています。その辺、まあ、その辺も含めちゃうと話が終わらなくなっちゃうけれど、ぜひ前半で申し上げた本当にその今までのような発想でアメリカに頼っていられないがゆえの、そしてその、自主防衛をしたってね、その力づくにではもう限界があるがゆえに、本当にその政治の知恵でなんとか戦争を防いでいかなければいけないという課題があるがゆえに厳しい時代であり、しかしそれは、そういうことができればね、日本が生まれ変わるという期待も持てるという、まあ、そういう時代だというふうに私は思っています。はい、ありがとうございました。お話しされたことには大変共感をするんですけど、私の意図としてはインド太平洋の現状のところの解説をちょっとお願いしたかったりもしたので、ちょびっとだけお話しすると、提言の中ではですね、今やっぱりこうインド太平洋地域では FOIP だとかクワッドだとかそういったこう、まあ、言葉が飛び交いながら、まあ、封じ込めを中国に対してやっていこうみたいな雰囲気が、まあ、日本では漂っていて、まあ、それが非常に問題であることは佐藤さんがご指摘をしたところなんですけれども、そこをこう中国も巻き込んだ形での協調的安全保障の、まあ、基礎にしていきながら地域に安全を、まあ、実際本当の意味でもたらしていけないかなっていうようなことも、まあ、提言をしていますので、まあ、アメリカにただついていけばいいだけの外交でなくなった中に一つの選択肢としてそういうものも考えていけたらなというふうに思っています。ではお待たせしました、海江田さんにお話をおコメントいただきたいと思います。ご質問も来てましてですね、海江田さんにお聞きしますということで、不幸にして台湾をめぐって米中が軍事衝突さらには戦争に発展したようなことがある場合には、まあ、政府がですね集団的自衛権の発動を言い出したような場合に、立憲民主党としてはどう対応するんですかと、まあ、こういうものについてちゃんと否ということが言えるんでしょうかというようなご質問もいただいてますので、合わせて、今までのコメントとともにお答えいただければと思います。よろしくお願いします。そうですね、今の質問に対してはやっぱり次の終戦総選挙ですね、もう本当にいつあるかもう間もなくあるでしょうけど、やっぱりその時はっきりとですね、政策の中でやっぱりその安全保障、とりわけ私は先ほどから言ってますやっぱり日本の安全保障、日本の専守防衛の姿勢をしっかり守るんだということをまず言っておいて、そこで一定のやっぱり支持をいただいて、そこから先の話になってきますが、やっぱりこれはダメよと、政治というのはまさに先ほど来柳沢先生が言ってるように、やっぱり知恵でもってね、知恵でこの戦争を開始するのが政治の役割だ。政治の役割というのは政治家の
集まりである政党の役割でもあるんですよ。だからそのことを言っていかなければいけないということです。それから私もね、実は6年というのはずっと気になってたんですね。でただまあ今柳沢先生の話ではそれは予算欲しいための年だよって言ってますけど、一つだけちょっと知っておかなきゃいけないのはね、あの中国の指導体制なんですね。あの今は習近平で、まあ、習近平さん で従来中国というのは文化大革命で散々な目に遭いましたから、それからやっぱり中国のトップリーダーというのは、5年ごとに党大会がありますから2期10年でやめようねということをずっとやってきたんですよ。でところがそれがこの習近平、さんになってからね、実はあのもう本当だったら去年の秋のそのこれはまあ特殊な用語で言うと総会、中央委員会の総会というところで次の人を決めなきゃいけないんだけど決めなかったんですよ。ということはこれまで2期10年の、まあ、内規を破って、実は習近平が3期15年やる可能性はあるんですよ。その最後の年が実は6年後なんです。だからやっぱり習近平の間に戦争をやらしちゃいけない。で私はね、習近平さんの次はね、やっぱりまたあの揺り戻し必ずあるんですよ。胡錦涛なんていうのはやっぱり民政を大事にしてたわけですから、ちょっと今の、あの習近平の路線と違うんですよ。だそういうことも期待しなきゃいけないということ。それからだけどそういう、まあ、中国のトップリーダーであるけれども、先だってのあの日米、共同声明ですか、あれ読むとね、あのちゃんと書いてあるんですよ。日米両国は中国と率直な対話の重要性を認識するとともに、直接懸念を伝達していく意図を改めて表明し、共通の利益を有する分野に関し中国と共同する必要性を認識したということね。このフレーズは実は大事でね、やっぱり日本も中国もこういうことを確認してるんだったら、私はね、今度菅さんが行くのは、まあ、インド取りやめになりまして、やっぱり中国行かなきゃダメだと思うんですよ、これは。ね、で中国に行って、であの菅さんと中国の習近平さんとの間のやり取りっていうのは、就任直後に電話会談やってるんですよ、短いね。だけど、その短い電話会談の最後で、これ、外務省の発表文の中にありますけれども、わざわざ菅さんからね、これからなるべく早い機会に直接会って話をしようじゃないだろうかと提言してるんですよ。でそれに対して習近平が分かりましたと、私もあなたの考えには賛成ですということを言ってるんですよ。だからこういう時だからこそね、やっぱりあの順番からいきゃ向こうが来る順番なんだけれども、ね、安倍さんが向こうに行ったから、だけどそんなことは関係なしに、やっぱりこういう懸念を私たちは持ってるんだということをはっきりとね、やっぱ相手の城に行ってくることが大事で、私は菅さんに対してはやっぱり本当にこの問題を平和的に解決しようと思ったら、アメリカとの間で話したことをしっかりと中国に伝える。で中国はそんなバカな真似をね、あの病気解決なんかしちゃダメですよと、それは全然ね、あのまさに中国が表向きは嫌うね、覇権ですよ、覇権ですよ、王道を歩まなきゃダメだと、そんな覇者の道を歩んだってダメなんですよとぐらいでね、やっぱり言ってこなきゃいけないというふうに私は思ってます。話し合いが大事ですよ、これはね。話し合いをやる前から話し合い無効だなんてことを言ったって、それは全く意味がないんですね。話し合いをやるだけやれ、とことんやって、それで、いや無理だということを言うなら、だけどそれは自分は無理であっても次の世代にバトンタッチすればいいわけですからね。だからやっぱり必ずね、行かなきゃいけない、必ず行ってやっぱりちゃんと話をしてこなきゃいけないと私は思ってます。はい、ありがとうございます。よくアメリカの研究者なんかと話すと、アメリカと中国は言ってもですね、いろんなチャンネルでいろんな研究会だといろんな業界でつながっていると、それ日本と中国っていうのはブチッと切れるともう今ほとんどつながりがないんだみたいな話を心配されたりするんですけれども、続いて近藤さん、海田さんとご一緒にやっておられるんだと思うんですけども、ね、日中21世紀の会という会をやっておられるんですかね、幹部で2人とも中心メンバーでなさるということなんですけれども、やはりいくら何か軍事的なものをギリギリのところで抑えていたって、本当の意味では対話を続けていかないと改善していかないんだと思うんですよ。そのあたりちょっと取り組みをご紹介いただきながらご意見いただければと思います。 ありがとうございます。今ご紹介いただいた、まあ、日中21の会っていうのがありまして、会長が海江田議員で、私が事務局長というでやっています。で、まあ、毎年1回は訪中してということでやってるんですが、残念ながらこの間は新型コロナの影響で、まあ、実際に行けていないわけですが、まあ、私たちはやっぱり、先ほども申し上げましたように、現地では相手の国へ行って、まあ、直接会ってですね、いろいろと、まあ、いろんな懸案事項も含めて率直に話し合うということが大事だというふうに思っています。あるいは、まあ、今
中国がどういうことを考えているのかということを、まあ、意見交換の中でこういろいろと知っていくことと、あるいはやはり中国も今大変な経済成長をしているわけでありますから、まあ、彼らもその経済成長をどう守っていくかということも一つの戦略の中にあるはずなんですね。ですから、まあ、日本の中で、まあ、さまざまな媒体を通じて知るだけじゃなくて、やっぱり現地行くことが大事だと、こういうことだというふうに思っています。そしてですね、まあ、そういう中で、まあ、我々もその訪中するときにはテーマを決めていくんですね。今回は、まあ、もちろん北京と、もう一箇所地方にっていうか、で、地方の発展も見てくるとか、そういうこととか、あるいは、朝鮮民主主義人民共和国の国境の町がありますが、そういうところにも行ったこともあります。あるいは現地行って、まあ、軍の関係者と話がしたい、あるいはそうした軍事のことを研究している研究者の人と話をしたいと、それぞれさまざま提案をしながら現地行っているということです。まあ、そしてちょっと申し今日のことで抑止力っていうのは実は大変な矛盾をジレンマを生むんだと、そしてかえって危険なんだということが私は一貫しているところだと思うんですが、まあ、今後というかこれからに向かって私考えなくちゃいけないことの一つに、まあ、私ももちろん戦後の生まれで戦争直接体験をしていないんです。でよく国会の中でではですね、まあ、与党、まあ、自民党であってもあるいは野党かって社会党があった今もあるわけです、社会党、まあ、そういう中で自民党の中にも戦中派というか戦争経験をした人たちがいて、やっぱりその力というものに対する危険性というものをすごく分かっていたと、戦争の悲惨さをよく分かっている世代がいなくなったとこういう言われ方をして、まあ、私も国会にいる中でまだそうした先輩の人たちが、まあ、例えば野中博文先生なんか、博文さんなんかもそうだったわけでありますけども、そうしたことがですね、そういうした世代がすごく少なくほとんどいなくなっているのではないかと思うんですが、そういう中で私は、まあ、中間世代という言い方がいいかは分かんないですけど、例えば父がですね、父親も、まあ、戦争には実は行ってないんですが、勤労動員なんかで、いわゆる軍需工場に動員されたんですね。あるいは戦争に行った方、あるいは広島等々で被害に遭われた方、そうした皆さんの話を直接、戦争に被害に遭った皆さんから直接話を聞いた世代だと思ってるんですね。そういう意味では、私なりにその戦争の悲惨さ、戦争の問題点というものを感じています。だからこそ、やっぱり救助が大事だと思っているし、沖縄の問題に取り組んでいることもそうなんです。ですから、まあ、私の世代というか、間接だけども直接そうした経験した人からそういう話を聞いた世代として、いかにそうした戦争が悲惨だか危険かということをやっぱり伝えていかなくちゃいけない、こういう役割が私の年代にはあるというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございました。やっぱり最後は非戦ですとか、まあ、せっかくこうをなんていうか、まあ、今まで生きながらえている救助をですね、生きながらえているだけではなく輝くものにしていくということが、まあ、目標になっていくのかなというふうに思うんですけれども、そろそろ時間がやってはきたんですが、ご協力のおかげで一人一言ずつお言葉いただく時間は残っておりますので、最後に皆様から本当に2分ぐらいになってしまうんですけれども、お時間いただいてコメントいただこうと思います。佐藤さん、半田さん、楓さんは多分時間が結構ギリギリかなと思うので、佐藤さん、半田さん、楓さんで、近藤さんで、最後に柳沢さんという順までいきたいと思います。はい、では佐藤さん、お願いいたします。はい、はい、もういろいろ話しておりますので、あれですけど、一番大事なことはさっきからの繰り返しにもなりますが、日本で行われている防衛論議というか安全保障論議が国民を置いてけぼりにして行われていると、先ほど国民保護の問題も申し上げましたが、国民を守るということが前提の防衛政策であり安全保障政策なんですけれども、その面が全然議論されない、抑止力軍事バランスの議論っていうのは、これは非常に偏りすぎていると。本当の意味での安全保障戦略
防衛政策、それに基づいた軍事の話をしていただきたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。では半田さん、よろしくお願いいたします。はい、今日の私のブリーフィングで、自衛隊が随分遠いところに行ってしまったなと、物理的にもインド洋や南シナ海が、常時訓練をする海域になってるし、今まで国会でも持てないと言ってた攻撃型空母まで持つということになって、その性質が大きく変わってきていると。でおそらく外国から見ると日本という国は憲法を変えてないけど、実質的にはもう改憲をして国防軍を持ったと同じだというふうに見られていると思いますね。でそういった国とアメリカが一緒になって、南シナ海で中国を刺激し続けているわけだし、今年はイギリスのクイーンエリザベスもやってくるし、またドイツの駆逐艦なんかもやってきて、それらが中国から見れば友好親善に来ているとは到底思えないわけですね。でむしろやはり偶発的な衝突の危険が増すということを、考えなければいけないと思います。で自衛隊がこれで変わってきたのは安全保障関連法が強行採決されて、自衛隊っていう組織は真面目ですから、安全保障関連法に従って装備も強化してるし、また米軍防護、もうこの5年のうちに57回もやってるわけですよね。で米軍防護するために、やられた米軍を守ろうとすると、ミサイルなどを発射した相手に反撃しなければいけないわけですから、自動的に自衛隊が集団的自衛権の行使を発動して米中の争いごとに入っていくわけですよね。だからこれ巻き込まれっていうことは僕正しいとは思ってませんで、むしろ安保法制を作ることで自衛隊が積極的に米軍の戦争に関わる仕掛けができたんだと。でそれをいわば休眠状態に置くか、それともこの米中対立の中で偶発的な危険の盤面で使ってしまうのかということだと思います。本当に自民党政権続く限り、おそらく安保法制は消えないし、自衛隊のありようも変わりないと思います。ぜひ野党の皆さんには、頑張って、こういった偶発的な危険を止めるための普段の自衛隊のあり方からもう一度見直しをしていってもらえればなというふうに思います。以上です。はい、ありがとうございました。いろいろ期待と希望とありましたけれども、受け止める方の議員の楓田さん、いかがでしょうか。最後一言お願いできますか。今の半田さんの お話聞いてましてね、確かに安保法制の時ね、あれやっぱり朝鮮有事が一つの、シナリオになってたわけです。でそんなね、朝鮮有事の中で安保法制の中で規定したようなことはなんかエソラごとだという話だったんですけれども、あれからやっぱり5年6年経ってね、やっぱりこの台湾海峡の問題から米中の衝突の問題になってくると、やっぱり必ずしも絵空事だとは言えない、非常に深刻なね、重い問題はらんでるなというふうに思うんです。で引き返せないと言いますけれども、やっぱり私は前のところにね、やっぱり日本を引き返すべきだと思ってます。それが日本にとってのね、やっぱり一番の国益だし、よく言われることですけど、なんか日本の戦後、私はまさに戦後世代なわけで、団塊の世代ですけれどもね、間の日本のこの平和というものはね、なんか悪い平和だったんだと。打撃すべき、ちょっと難しい言葉ですけどね、投げ打つべき平和だったんだみたいなことを言うけれども、悪い平和もなければ良い戦争なんてそれ以上にないですからね、これはね。そのことをもう一回ね、私たちは改めて思いを新たにしなければいけないし、この間柳沢さんと話したんですけどね、私らもやっぱり次の世代にバトンタッチしなきゃいけない、この次の世代がねちょっと不安なんですね、はっきり言ってね。同じ仲間の中でもね、やっぱりかなり不安があるんですよ。この間私たちはインドとのアクサのね、条約が出てきましたけど、私たちは反対したんです。これはなんとなればやっぱりあれ安保法制のところから出てきてる話だから、これはダメだよと言って反対したんだけれども、やっぱり党の中にはね、いやあれいいじゃないの、インドとはね共通で、これは中国に対する封じ込めをやる仲間だから、なんでそのインドとのアクサね、物品の協定に反対するんだなんて声もあるんでね、若い人たちの中にそれは違いますよということを、やっぱりこれは皆さんの責任じゃなくて、皆さんの役割じゃなくて、私たちがやっていかなきゃいけないね、仕事だなというふうにつくづく思いました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。もしお時間ギリギリでしたら、失礼していただちょっと失礼していいですか、はい、ごめんなさいね。はい、すみません。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。
お忙しいところのご出席いただき本当に感謝しております。では今党の中の議論のじくじたる思いみたいなものも討論してくださった海田さんですが、近藤さんの方からもお気持ちいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。私はですね、やはりそれぞれの国がやっぱりそれぞれの国家戦略、戦略のもとに動いてくる、やはり自国を大事にしていると思うんですね。自国 第一で、もちろんその自国も大事にする、自国を大事にするからこそ国際協調もしていくとは、当然だ だと思うんですが、ただ最終的にはやっぱり自国のことを考える。そうすると、米国は米国のことを考え、そして中国は中国のことを考え、そして残念ながら今米中が非常に緊張感を持っているわけであります。ですからそういう意味では、そういう中で日本がどういうスタンスを取っていくかというのは、やはりどちらかに寄っていくと、あるいはそういう中で今日の大きなテーマであった同盟のジレンマとか抑止力のジレンマに入っていけば、まさに問題、危険だと思うんですね。そういう意味では日本はやはり日本としての独自の戦略、日本にとって、また日本のためにもこのアジアが安定、平和で安定した発展をしていく、そういうためにどういうふうに行動していくかということが大事だと思っています。そしてそういう中では皆さんからの提言の中にもある、ASEAN 諸国、 ASEAN の諸国との関係も大事にし、ASEAN とも協調していくというのはすごく大事だと思います。そうしたある種の防衛、軍事力、防衛力の力で言えば ASEAN 諸国は非常にある種 の緊張感を持っているはずですから、そういうところ、そういう国々と一緒にですね、連携をして平和的な発展を目指していく、いい緊張感を お互いに持っていく、いい意味で牽制っていうんですかね、いい意味で牽制し合っていく、で全体が発展をしていく、平和になっていく、こういうことが大事だというふうに思っています。以上です。はい、ありがとうございます。私どもの提言を出した目的も、ぜひ先生方の、議員の先生方に具体的な政策に反映していただければというところが強いものですから、参考になる部分、ならない部分あるかとは思うんですが、ぜひ皆さんに読んでいただくようにお勧めいただければ、お考えいただければ嬉しいです。では最後になりましたけれども、ND の評議員の柳沢の方から一言、皆さんにご挨拶も兼ねて申し上げたいと思います。よろしくお願いします。はい、特に海田先生、近藤先生には、長時間お付き合いいただいてありがとうございました。私が本当に言いたいのは、なかなか真に受けてもらえないけど、私は野党第一党の立憲はね、政権を取ることを目標にして、政権を取るために政策をどうしなければいけないかっていう考え方はやっぱり違うと思うんですね。こういう政策を実現するために政権を取るのであってね、でそれは安全保障で言えば何かというと、もちろん専守防衛の健全な防衛力が維持しなければいけないにしても、そしてアメリカともね、そこそこ その同盟関係は維持しなければいけないにしても、要は力ずくで物事を解決しない国、それが憲法9条の理念だと思うのでね、そこをとにかく そこをなんとか訴え続けるということが大事。その結果、一度や二度私に言わせりゃ選挙に負けたって、長い目で見ればそちらの方がはるかに大事なんだということをね、私は訴えていきたいと思っています。今日は参加いただいた皆様も含めて、本当に全ての皆さんに、改めて御礼を申し上げたいと思います。サラタさんもお疲れ様、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ぜひですね、選挙もうじきあるわけなので、私たちも選挙は決して国会議員だけ、候補者だけがやるものではないですから、私たち一般の市民も具体的な議論に積極的に関わって、それを盛り上げていかなくてはなというふうに思っています。ありがとうございました。